台湾十文字シダパリスタカムハンコキーは押し高のシダ植物。十文字シダに似て一回り小さい。常緑性の双本。根茎は短く斜めに立ち、輪辺がまばらにつく。輪辺は卵形で長さ3から5ミリメートル、淡かし色で早くに脱落する。傭兵は長さ10から30センチメートルでまばらに輪辺をつけるが、 臨片が早くに脱落するために古い葉ではほとんど臨片がなくて表面が裸になっている。腰身は長さ15から35センチメートルでほとんど単無状複用であるが、最花の体だけが無状に分かれる。この最花の右辺がやや長く発達するために葉全体では十文字型になるが、十文字下に比べると最花右辺は控えめな印象である。 最下右辺は長さ6から1 0トル、それより上の右辺は長さ1.5から3トルであり、最下右辺はさらに右上に分かれるので、その小右辺は他の右辺よりかなり小さい。普通の右辺は長大円上筆心型で、先端は鈍く尖るか、鋭く尖り、やや鋭い巨子が並ぶか、半ばまで裂、け、端質は草質。葉裏に小さい輪ペがあるが、 早くに落ちる。法師能軍は、右辺の中六と円の中間にできて、包み幕は、円が滑らかだが小さくて、早くに脱落する。奄美大島以南の琉球列島に産し、国外では、中国と台湾から知られる。島根県の沖、鹿児島県の大隅半島、薬島などからも記録はあるが、これらは、十文字詩に属するものと、エビハラは判断している。 低地の森林内で、日陰の湿った場所に生じ、湿った岩の上や地上に生育する。葉の形は、十文字枝のそれによく似ているが、十文字枝は普通の右辺が長さ3から5センチメートルで、本種はその長さがほぼ3センチメートル以下であることで、区別できる。またこの種では、林辺が本種ほどには早くに落ちることがなく、より多く観察できる。実際に、 この種と本種の区別が難しい場合もあり、蒸気のように混乱を生じた例もある。系統的にも、本種とこの種は禁煙であると判断されており、この2種とさらに、ヤエ山ヤマトラノー P ヤイヤメンシスが同一のクレードを作ると考えられている。ヤエ山ヤマトラノーは本種に似るが右辺が斜め上向き、中軸に沿った狭い角度で出ることが特徴となっており、 形流添い植物の特徴を示していると思われる。編種として、はごろも十文字シダバリエーション、レイシーニアとムタ川が記載されており、これは、右辺が、右上に前列するものであるが、編種として成立しているかどうかには、諸論があるようである。以下、種として、岩月編、p 百六十八エビハラ、p 四百十四岩月、p 百六十八岩月、p 百六十五エビハラ、 P414 岩月、P165 岩月、P168 岩月編、P168、ありがとうございます。